鶴瓶の家族に乾杯。鶴瓶の家族に乾杯。鶴瓶の家族に乾杯は NHK 総合テレビで1995年8月16日から毎週月曜日の19時30分20時43分 JST に放送されている機構バラエティ番組司会を務める小福亭鶴瓶の冠番組番組の通称及び略称は家族に乾杯。字幕放送 ステレオ放送を実施。2011年度からはデジタル総合テレビのみ解説放送、ステレオに音声も実施。家族をテーマにして司会の昭福亭鶴瓶とゲストが旅人として各地を訪れ地元の人々と触れ合いながら旅をしていく番組。土曜特集の枠では毎月1回の放送だったが2005年4月からの定時番組編成からは 放送時間が短くなり、一つの旅を2回に分けたシリーズで紹介した。2016年4月から放送時間が73分に拡大され、前編と後編を統合して1回で完結するように言った。番組のオープニングでは、下記のような番組の趣旨が書かれた文章が流れる。稀に再開編など、放送回によって異なる場合もある。 旅先の待ち合わせ場所にいるゲストのもとへ、鶴瓶がやってくるというと、シーンで始まる。まず、鶴瓶とゲストが一緒に行動するが、後に二人は別々に行動する。旅先で撮影したビデオ映像を編集し、東京のスタジオに戻って振り返るという構成である。スタジオの司会は、NHK アナウンサーの小野文恵、VTR のナレーションは、久米明。スタジオでは、 鶴瓶たちが画面だけでは伝えられなかった細かいエピソードを織り込む。鶴瓶の旅ロケとは別に、旅の舞台となった街の魅力について、スタッフが改めて取材。また、鶴瓶が出会った家族のもとへ、番組スタッフが再訪問し、感想や、後日談、出演者へのメッセージを織り込みながら進行する。制作側はゲストに、どのような場所へ行きたいかリクエストしてもらい、 どこの町に行くかだけを決めて、現地では両人に自由に動いてもらう。収録チームも両人に一組ずつつく。サダ鶴瓶時代の1、2回目は途中で出会った人を一堂に集めて最後に、サダが歌を披露するというものだったが、3回目で都合により、現地でサダと鶴瓶が一度も出会えなかったことが、現在の風マットにつながっている。なお、家族に、 乾杯に移行後も1998年7月18日の山本常時、沖縄県竹富町竹富島、2003年5月3日の佐田正史、山形県高畑町、2010年10月11日の上田正樹、北海道与一町、2011年12月19日の村地香織、長崎県平戸市が現地の人を集めて歌や演奏を披露しているほか、 2011年5月30日の宮城県石巻市再開編では同じ会場で鶴瓶が落語を、佐田が歌をそれぞれ披露している。75分時代の前期にはメインの VTR の他に現地の人にアンケートのように取材した VTR を流すコーナーが挟まれていた。またゲストが今回の旅と関係ない思い出を語ったり視聴者からの手紙を紹介するコーナーもあった。 視聴者からは、川柳も募集しており、お野は、温泉のあぶくじゃないよ、おならだよといった下ネタ系の、川柳を毎回発表していた。第25回放送文化基金賞を受賞した。また、小福亭鶴では本番組への出演で第45回ギャラクシー賞、2008年、奨励賞を受賞している。もともと本番組は、佐田正史に、NHK 側から、佐田と、 サダが、コンサートで行く地域の人々と触れ合う姿をテレビに、したら面白いのではという発想の元番組化され、サダの友人である、小福亭鶴瓶との二人旅という形で始まった。なお、朝日放送プロデューサーの松本治が、これに先立ちサダを起用した、全く同じ企画を考えていたが、放送枠がなくて実現できなかったと、著書、探偵。ナイトスクープアホの遺伝子で明かしている。 1995年8月に特別番組、サダ鶴瓶のぶっつけ本番二人旅として放送。当初はサダがメイン、鶴瓶はサダの旅のパートナーとして番組に関わっていた。第1回は、サダが村の歌を頼まれて作ったが、村自体には行ったことがないという岐阜県谷組村を訪ねるというものだった。サダ鶴瓶では3回、谷組村、三重県三杉村、 熊本県湯の前町を放送した。サダが作った谷組村の歌、風の谷からの歌詞は終着駅を降りたらで始まるが、サダ鶴部の行き先はいずれも鉄道の終着駅があるという条件で選ばれていた。なお、第一回の名鉄谷組線は2001年に廃止されている。さらに現在のタイトルになり、鶴部と他のタレントとで2回特番での放送をした。 現タイトルでの最初の放送は、鶴瓶と、内海義恵、大島智子の三人旅であり、舞台は、岡山県西窓町だった、この回のみタイトルは、鶴瓶の日本家族に乾杯。その後レギュラー化が検討され、1997年4月に、土曜特集、枠内で、月1回のみの放送形態で始まった。土曜特集での、第1回は、 特番時代メインのサダと鶴瓶の二人旅だった。その後も、土曜特集時代初年度は、合計3回ハサダと鶴瓶の二人旅。しかし、サダのスケジュールの都合で、定期的な出演が困難になり、さらにハサダが出演そのものを誇示したため、鶴瓶とゲストとの旅という今の形に落ち着くこととなる。サダは、その後2000年、2003年、2005年に、ゲスト出演している。 サダは、以後も番組の主題歌、バースデーを歌っている。NHK 年間には、番組の開始は1997年と書かれている。2005年7月15日の鹿児島県伊入町の会では、鶴瓶が、サダそっくりな一般人を見つけて、以後の旅にずっと連れて歩いた。なお、サダは現在、NHK 総合でほぼ月1回深夜に放送されている、今夜も生で、 佐田まさのメインパーソナリティを務めているが、同番組は家族に乾杯の構成作家である井上智之が構成作権アシスタントを担当しているほか、小野文江もコント VTR などに不定期で出演している。2008年元日の放送ではオープニングで第58回 NHK 紅白歌合戦の白組司会を終えた鶴部が出演した。鶴部は自分が 紅白の司会に決まると真っ先に、サダにバースデーを歌うように頼んだと言い,い、紅白ではバースデーに合わせて画面には、家族に乾杯、サダ鶴瓶時代と思われるでの里、鶴瓶の映像が放送された。2009年秋の放送ではサダが、画面から正月の番組は、小野さんのスケジュール待ちですと呼びかけ、2010年もと日の番組に、小野は、 実家へ帰省する切ップをキャンセルして出演した。2012年も日びは、小野は帰省中にもかかわらず、この番組のために大阪へ往復した。2011年5月23日と30日の放送では再開編として、東日本大震災で被災した宮城県石巻市を再放。この時、パートナーとして、佐田正史が同行し、6年ぶりに、 サダ・鶴部による家族に乾杯が実現た。2015年7月6日と13日の放送では、サダの青年時代を描いたドラマ、ちゃんぽん食べたかでサダの役を演じた須田正樹が、パートナーとして、サダの出身地をめぐり、サダが VTR 出演した。当初は45分番組だったが、家族に乾杯のタイトルでの第一回は50分。 第2回と1997年の年末スペシャルは60分、1998年4月から75分番組になる。しかし1999年3月に45分番組に戻り、2000年4月からまた75分番組になるという変遷をたどる。この間は土曜特集枠の前半30分が頭のゲームの帯たくんで後半45分が家族に乾杯った。 スタジオ収録は番組初期は鶴瓶と相手のタレントだけで進行していたが1998年4月に75分枠になった際に酒井幸恵がスタジオ司会となる。しかし酒井は1回のみで降板し5月は NHK アナウンサーの伊藤利恵が担当した当時この回の舞台であった岡山放送局に所属していた。 1998年6月20日放送分から、小野が起用されてからは、現在に至るまでずっと固定されている。ただし、1998年12月19日放送分の1回だけは、当時甲府放送局アナウンサーの島津由里子が、大役当番出演した。この回に限って鶴部は、NHK の歴代の美人アナウンサーが司会をして、おりますと言った。なおは、それ以前にも、 ナレーターとして登場している、1997年前半まで、一年先輩で、アナウンサーの山本志保と交互に担当、おのの初登場でのアナウンス室の秘密兵器と呼ばれています。最後まで秘密のままで終わるなどといったやりとりは、週刊誌にも取り上げられた。2005年4月からは毎週金曜日20時から45分のレギュラー番組となり、 一ゲストで2週間分放送、前編、後編という形態で放送されるようになった。この当時は地域番組を編成するために差し替えを行うこともあった。特に北海道では札幌放送局制作の地域番組を原則毎週放送していた。ただ、2004年度以前とは異なり、同日放送を行った回もある。地域番組に差し替えた場合、翌日土曜日10時台、 または翌日以降に時差放送を行った。2006年4月3日、放送分からは、これまで生き物地球気候、地球、不思議大自然など生物、自然環境の共用番組を放送していた月曜日20時からの放送となった北海道地方も後日放送で白当日放送になった。ここから視聴率も徐々に上がって15%前後を確保し、 同時間帯い1位を獲得することも多い。なお祝日は別番組を編成することが多いので、放送回数は少なく、3週間に1度のペースでロケを行う。NHK が2006年に公開したジャンル別番組制作費によると、制作費は1本約1250万円かかるという。2007年12月10日と17日の旅の目的地が宮城県になったことにより、 47都道府県すべてを回ったことになる。放送が十数年にわたるにもかかわらず、栃木と宮城に行っていなかったことに気づき、2007年最後の2回の旅で慌てて両県に行ったという。2010年7月5日の放送は当初、過去に放送した場所を再放する番外編を放送予定だったが、大相撲野球賭博問題に関する、 NHK スペシャルの放送に変更となり、予定されていた番外編は同年9月27日に延期となった。2011年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に際しては、総合テレビが震災関連の報道体制をとっていたために3月14日以降の放送が休止され、レギュラー放送は5月2日に再開された。 これ以降、毎年3月上旬放送分では必ず、東日本大震災の被災地の自治体を訪問している。2011年度からデジタル放送に限り、解説放送を開始、ステレオにアナログ放送は従来通り解説なし、ステレオのみ。2016年4月から、クローズアップ現代のタイトル外来、放送枠移動に伴い放送時間が30分。 繰り上がり19時30分から20時43分までの73分枠に拡大、番組もこれまでの前後編から一話完結にスタイルを改められた。ここでの表記は日本時間とする初期は水曜日17時台に過去の回のリバイバル放送が行われていたが、首都圏はローカル情報番組のため、関西地区はローカル番組の再放送枠のため放送されなかった。 2006年度以降以下の時間帯で定期的に再放送されているが特別番組などにより放送休止の機会も少なくない。またこれ以外の時間帯に再放送される回もある。2009年から NHK オンデマンドでも配信され当初は放送後1週間程度、その後10日程度2週間程度と伸びるインターネットで随時見られるようになった。 2012年3月に東日本大震災被災地での再開編を収録した DVD が発売された。震災以前にその場所を訪ねた回と合わせて収録されている。2016年から通常の再放送とは別に鶴瓶の一人旅スペシャルと題して過去の放送回のうち鶴瓶の登場するシーンのみを再編集した番組を放送している。 公式サイトには2005年、平成17年からの旅の目的地とロケ日の一覧表が記載されている。実際には話の流れ上、目的地の市町村の外に出ることもたびたびある。その場合、番組テーマとしては出ないが、エンディングのこの皆さんありがとうございましたというテロップにより出た市町村が表示されることがある。欄にもある通り近年では、 大河ドラマと朝ドラのスタート前後の時期は出演者とその舞台となった地に行く会が恒例となっている。右の表示をクリックで一覧表示。北海道地区では B リーグバスケットボール中継のため放送されない。2016年3月にスタートした地元で愛される一杯の料理を訪ねるコーナー。ナレーションは時は高子。 2018年11月19日の時は自身がゲストだった回は放送がなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。